はい、皆さんこんにちは、りなです。今日はタカがいないのでちょっとドッキリをしたいと思います。以前の動画では私はカラーシャンプーを使って髪の毛をピンクにしようとしましたけど、全然色が変わってなかったです。先ほどこのちゃんとしたカラーリングを買って、これで髪の毛をピンクにしたいと思います。後でタカが帰ってきた時にそのリアクションを撮りたいと思います。今日の夜に私は本当に真ピンクの髪の毛でタカのリアクションを見てみましょう。じゃあ今からピンクにしたいと思います。ではでは準備をします。これも同じブランドですけど、ちゃんとしたカラーリングですので、いろいろ、そう、いろいろ入ってるかと思います。説明書、手袋、カラークリーム、ケアコンディショナー。じゃあ説明書を開けて読みましょう。ご利用前に準備。あ、めっちゃ長い説明書。じゃあ、はい、用意しなきゃいけないのが、カップ、コーム、またはブラシ。はい、説明書に書いてあった通りに、コーム。これ、タカの木のコームだから、これが色が変わったらちょっと怒られるかもしれないけど、とりあえずこれを使ってみたいと思います。やり方を見ましょう。カラークリームをコップに入れて、コンディショナーと合わせて好きな色にします。開けて、うわ、そうそうそう、真ピンクですよ。ピンク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 、めちゃめちゃピンクです。だからめちゃめちゃピンクですので、私はフラミンゴピンクになりたくないので、コンディショナーと混ぜて好きな色にします。加えて、これでちょっと混ぜ合わせます。混ぜて混ぜて、怖くなってきたよ、怖くなってきてるよ。こんな色になったらやばいことだよ。 OK、 じゃあ手につけて、でそれを髪の毛につけました。あー、本当に全体的に色がついてるかどうかは全くわからないです。で、それが後で綺麗な色になってないなら絶対に可愛くないよ。今思いついたけど、一番下の、あの、まだめっちゃ色が余ってるから、一番下のところをショッキングピンクにしましょう。一番下のここ、ショッキングピンク。オッケー、オッケーオッケー、結構色がついたかと思います。これで今から20分待ちましょう。はい、20分経ちました。髪の毛は本当にピンクになってるかどうかを今からチェックしたいと思います。楽しみです。ちょっと怖い。はい、では髪の毛を洗います。で、洗います。ピンクの水が流れてる。水がピンクに見える。あ、目に入っちゃった。あ、目に入っちゃった。目、やだよ。まだめちゃめちゃピンクが流れてる。じゃあ乾かしていきましょう。
めっちゃ可愛いでしょこれ。今からヘアドライヤーで髪の毛をちゃんと乾かしたいと思います。ちょっとピンクに見えるんだね。ではでは、髪の毛が乾きました。メガネをつけました。皆さんどうですか？ピンクになりましたか？ちょっとピンクになった、ね、全体的にピンクになったかというとそうではないけど、ちょっとなんかピンクの雰囲気の髪の毛になりましたね。全然前回よりピンクになったけど、どちらかというとピンクになりました。でもピンクピンクじゃないけどね、ちょっとなんか赤っぽい暗いピンクって感じ。肌もめっちゃピンクということです。ピンクに染めることを成功しました。あとでタカのリアクションを楽しみにしてます。皆さんも楽しみにしてください。どうなるのかな。さよなら。俺は実家に帰って1週間帰ってこない。なんで。おい、帰ってきて。入ってください。タカ。そんなピンクじゃないから安心して。なんかもっとピンクになるかと思ってたら。そうね。中途半端だね。え、あのシャンプーのやつ違う。え、何違う色を買いました。あ、そうなの、はい、ピンクに染めるやつを薬局で買ったってこと。そう。全然染まってないじゃんね。ここの上はちょっとピンクだけど下は全然ピンクじゃないし、ほら中全然ピンクじゃないもん。こっちそれは私はやり方が分かんないかもしれない。でもここ本当にピンクだってよ。地肌すげえピンクだよ。やば。地肌は大丈夫。あのピンクにしようとしてるよ。ほら全体的にピンクだよ。地肌。うん、そう。意味ないけど。これ地肌染めるやつじゃない？地肌をピンクにするやつなんじゃない？違うよ。髪の毛をピンクにすべきだったけど、なんかすげえ微妙なピンクだ、ね。あの微妙にピンクになりましたけど、もっとピンクになりたいならちゃんと染めてもらうしかないという結論だね。うわ。何？でも近くで見たらまあまあピンクだよ、うん、いやさ、まあまあピンクだけどちゃんと光がちゃんと当たるとここはまあまあ、うわやば、ここはまあまあピンクだよ。でもやば、なんか売れないバンドのさボーカルみたい。歌えないけど売れないバンドのボーカルだよこれ。売れない、なんで売れないの、なんで売れない、なんか売れないバンドのボーカルこんな感じじゃん。なんかちょっとピンクが変な風に入って中途半端に入ってる感じ、はい、中途半端なピンクになりました。他の動画をここで終わりにします。私は髪の毛を染めた2回目の動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ、バイバーイ。